小池真央と申します。私今日、見ているわけじゃないですけど、最後になりました。皆さん、栄えるなに音楽祭楽しんでいただいておりますでしょうか。たくさん回ってこられたかな、皆さん。ちょっと今ね、尻が超に当たって、ちょっと楽しんでいたんですけど、させていただきたいと思います。改めまして、一個琉球ボストと申します。私は沖縄の音楽が好きで、沖縄が好きで、それは沖縄に恋した曲を作っていたと思います。今日はその曲から4曲分をお届けしたいと思います。まず1曲目は琉球恋歌。ハナフーカっていうのは沖縄の言葉で、カナフーカを歌います。そのカナフーカを作って歌っています。それで、サビの中でカナサンド、カナサンドが出てくるんですけども、そのカナサっていうのは沖縄の方言で歴史の言葉で愛って聞いています。カナサンドっていうと、愛してるよとか大切に思ってるよ、そんな言葉だと聞いています。サビの中に何とかフレーズで入れていますので、そのことをよく聞いていただければ嬉しいです。ちょっと
聞いていただきました。